私たちの銀河系や全宇宙には一体どれだけの文明があるのか、専門家によって様々な見解があります。例えば天の川銀河には私たちを除いて現時点で少なくとも4つの地球外文明が存在すると主張する人もいます。皆さんこんにちは。彼らが私たちを攻撃してくる可能性はあるのでしょうか。皆さん、こちらはトップランキングです。安心してください。これから一緒に全て見せます。興味が湧きましたか？それでは始めます。宇宙人は存在する？宇宙人の侵略は少なくともハーバート・ウェルズの宇宙戦争以来 SF 作品では特に人気のあるストーリーの一つです。人類が宇宙人の侵略と戦ったり、あるいは地球はすでに占領されていて、人々が自由のために戦ったりといった内容の書籍や映画、コンピューターゲームはたくさんあります。皆さんも10個は思いつくのではないでしょうか。でも、どこまで現実的な話なのでしょう。まずは、そもそも自然界にこういった攻撃的な宇宙人が存在するのかについて考えてみましょう。先ほども触れたように、私たちの銀河には少なくとも4つの知的文明が存在すると考える専門家もいます。しかし、これはほとんど思いつきの数字をもとにした計算に基づいて導き出された結論です。地球外文明の数に関する他の予測値についても同じことが言えます。実は、生命が存在する天体はこれまで地球一つしか知られていません。火星やタイタンにも生命がいる可能性が指摘されていますが、あくまでも仮説に過ぎません。いずれにしても、単細胞生物以上に複雑なものが存在するとは考えにくいでしょう。地球に匹敵する文明が潜在的にいくつ存在するのかを現実的に推定するには、たくさんの疑問に対する答えをおおよそではなく、明確に知る必要があります。例えば、生命が誕生する可能性がある惑星はいくつあるのでしょう。生命が誕生した惑星のうち、多細胞生物にまで進化する可能性があるのはいくつなのでしょう。では、多細胞生物が知的生命体にまで進化するのは、そのうちのいくつの惑星なのでしょう。そして、知的生命体が宇宙に進出するには、どれだけの時間がかかるのでしょう。また、全体として、一つの細胞が宇宙船を建設できるほど進化するにはどれくらいの時間を要するのでしょう。その間、その生命体が生き残る可能性はどれくらいあるのでしょう。ざっと列挙するだけでもこれだけの疑問があります。もうお分かりでしょう？私たちの目の前に地球というたった一つの例しかないうちは、こうした疑問に何一つ答えることができないのです。ただ、数千年にわたる文明の中で地球外文明とのコンタクトが一件も確認されていないことから判断すると、高度な宇宙人は少なくとも地球周辺には存在していないと考えられます。あるいは彼らが私たちに関心がないのかもしれません。地球制服は割に合わない？この動画の前半を見て、地球が侵略される可能性は低いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。単に侵略される相手がいないからです。しかし、地球外文明はやはり存在するのだと仮定してみましょう。宇宙人襲来の脅威を語るとき、人々は普通、自分たちの歴史に当てはめて類推します。しかし、侵略戦争が起こるには必ず理由があることを理解しておくべきでしょう。侵略者は、ほとんどの場合、何か特定の利益に関心を持っています。それは入植可能な生活圏だったり、利用可能な資源だったりします。その中には、侵略者が奴隷にして安い労働力として利用したいと思うような人的資源も含まれているでしょう。それに、テリトリー自体に関心がなくても、例えば巨大貿易路が交わるなど、戦略的に重要な場である場合もあります。ただ、これはいずれも人間に特化した話です。そもそも宇宙人が人間に似ていて、人間と同じようなニーズを持っているとは限りません。
地球外生命体はスタニスワフレムのカルト小説のソラリスのように知性を持つ海である可能性もあるからです。そのような存在にとってはそもそも戦争や戦闘といった概念自体が馴染まないのかもしれません。しかし仮に生命は炭素を基盤にしか発生しないと主張するカーボンショービニストと呼ばれる人たちが正しいと仮定してみましょう。このタイプの生命は地球に似た惑星で現れます。さらにその環境では修練進化によって地球と似た生物種が出現すると考えられます。最終的には外見も精神も人間に近いヒューマノイド型の知性を持った種が出現する可能性があります。そのような種が私たちの存在を知った場合、攻撃してくる可能性はどのくらいあるのでしょう。それを解明するために侵略戦争が起こる主な要因について思い出してみましょう。さて、一つ目の要因は居住スペースです。宇宙人の母星の人口が増えすぎて、私たちの地球を欲しがる確率はどれほどあるのでしょう。一見すると、その確率は高いと言えます。地球の例からも明らかなように、文明の発達は人口爆発を伴います。スペースや資源も不足するでしょう。でも、そんなに単純なことなのでしょうか。実際、人口は直線的に増加しているわけではありません。脱工業化社会では、新たな世代が生まれるたびに、前の世代よりも出生数が下がっています。現在、多くの先進国では、主に第三国からの移民によって人口増加が維持されています。しかし、これらの移民も、時とともに出生数がどんどん低下していきます。この現象は人口転換と呼ばれ、時代が進むほどさらに多くの国々に波及していきます。最も現実的な予測では、今世紀後半、地球の人口は110億から130億人で安定し、その後は増加が止まるとされています。地球上には、今でさえ人口密度の低い広大なエリアがたくさんあるので、住む場所は十分にあるでしょう。もし宇宙人と私たちの精神性や文明的な道筋が似ているとしたら、彼らも似たような傾向を持っているはずです。万が一、彼らの母性が非常に小さかったり、大変動によって広大な領域が居住に適さなくなったりした場合には、軌道上や、あるいは火星のような惑星の保護ドームの下にスペースコロニーを作ることができます。難しいでしょうか？コストがかかるでしょうか？でも、遠い惑星に行き、膨大な命と金銭をかけてその惑星を占領し、それを維持する方がもっと難しいのではないでしょうか。二つ目の要因は資源です。鉱石などの有用鉱物は、地球よりも小惑星の方が容易に採掘できます。小惑星の方が数が多いですし、輸送する際、宇宙船が重力の緯度を抜け出すために、時間や燃料を浪費する必要もないからです。それに環境などの問題も気になりません。地球上にあって宇宙では入手しづらい資源は石油と石炭だけです。しかし十分に発達を遂げた文明であれば遠くの惑星にある産地を占領するために強力な軍事行動を展開するくらいなら何かそれに代わるものを見つける方が簡単なのではないでしょうか。人間を奴隷として使うのも割がいいとは言えません。奴隷労働は非効率ですし、複雑な機械や専門的スキルが必要な仕事を奴隷に任せることはできません。これは少なくとも中世からよく知られた事実です。技術が進歩すればロボットに移行する方がずっと合理的です。食事、衣服、治療も不要ですし、宇宙服などを身を守る手段がなくても、小惑星で働くことができるからです。宇宙人が地球の支配を必要とする唯一のケースは、宇宙の交易路が交差するなど、地球が戦略的な位置にある場合です。でも、地球はこれまで侵略を受けたことはないので、おそらく違うのでしょう。仮に宇宙のシルクロードが存在するとしても、地球からは遠いのではないでしょうか。そんな楽観的なトーンで今回の動画を終わります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただければ嬉しいです。ここまで
地球外文明と戦争になるとしたらどんなケースが考えられるか、その主なシナリオをほぼ全て検討し、それが成立しない理由を挙げてきました。そうなると残るは一風変わったケースだけです。例えば宇宙人が回収を迫るとか、私たちを信じられないほど魅力的に思うとか、地球人のハーレムを作りたいといったケースです。ただどれも確率が低そうに思えます。いずれにしても宇宙の深淵を越えて連れていくのは割に合わないのではないでしょうか。皆さんはどう思いますか？私たちはというと、愛する登録者の皆さんのためであれば銀河系どころか隣の銀河へ行ってもいいと思っていますよ。チャンネル登録といいねをお願いします。それからこの動画を SNS でシェアすることもお忘れなく。皆さん、よろしくお願いします。それではしばしのお別れです。またすぐにお会いしましょう。さようなら。